湯沢から帰ってきた2週間後にはもう早速海の車中泊に向かいます。ゆりかもめ、ゆりかもめ。さあ今日は海に行くのになんとお台場エリアを抜けていくという今まで使ったことのないルートを使って南房総に向かいたいと思います。アクアライン入ります。それでは行ってみましょう。アクアライン、それは海中トンネル。 Here we go。 さあやってまいりました。うるせえだ。アクアラインの入り口、これが海中トンネルだ。もう今海の中を走っております。見えてきました。ここから海上に出ます。海に出ました。てってねー、海ホタル行ってみます。10年以上ぶりですよ。やった。すごい、海の上の駐車場、海ホタル。展望台行こう。展望台、わーすごーい。どうだった景色？綺麗。見て、あっち側足は工場だらけ。木更津の工業地帯だからこんなにタンカーが待ってる、待機してるんだ。見てよ、あの橋、すごい。やりたい、これ。飛行機近い。さあ、海ホタルを出発だ、出発だ、出発だ。なんと、私たちは今、海の上を走行している。てってれー。天然パーマ。木更津のアウトレット来ますか。たまにはいいですね、葵さん。ギャップ、葵の買いました。じゃあ父ちゃんはポールスミスかな。絶対似合わねえって言ったか。じゃあダンヒルかな。やっぱり俺といえばダンヒル。小鳥さん、もう見て真っ暗になりましたよ。いいショッピングできました。久々にショッピング来たからなかなか楽しかったね。ね。よし、大満足。買い物大満足。次行くぞ。今日は満月？あ、満月。大潮だ。すごい綺麗。次は飯に行きます。ああ、夕焼けのグラデーションも綺麗だね。いい買い物でした。夜ご飯はこちら。ふうみ、行ってみましょう。すいません、今日ね、日替わりとユッケ千葉ホール天丼が終わってしまいました。そして俺唐揚げにしよう。妻のバラチラシ丼が、やばい、おいしそう。味噌汁もおいしそう。青井さんどうですか？うん、生姜焼き定食。でん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 。小鳥さん、これボリューミーですね。肉娘。はい、すみません。いただきます。初めて驚いた。てん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 。すごい量の唐揚げ定食。来ました。塩唐揚げ定食。タレで食べるもよし、タルタルソースで食べるもよし、ブレンドしてもよし。でもね、塩唐揚げなのでこのまままずはいただきましょう。いただきます。では早速、いただきます。やばい、これ全部食べきれるか自信がない。でも一個一個すごく美味しい。
ごちそうさまでした。すいません、食べきれなかった。さすがの俺でもすごい量だった。持って帰ろう。いやー、やばい。めちゃめちゃ美味しいし、あのコスパ、うん、あの山盛り唐揚げで990円。そう、やばいよね。そう、いっぱい食べたい人にはね、超絶おすすめ、うん、そんで美味しい、全部。いつアウトレットパークの目の前、ふみです。おすすめ天然パーマさあ、久々、今日はですね、温泉じゃないです。はい、久々の銭湯、ポカポカランド宮の湯です。クラシックスタイルです。行ってみましょう。すごい、ここの銭湯大人気。次から次へとお客さん入ってきて、赤ちゃん連れのご家族もいるし、こんなにぎわっている銭湯久々に見ました。すごくいいお湯だった。また来たい。恐るべし木更津天然パーマさあ、今夜も無事に到着しましたので、おっと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 、やばいやばい、泡が、泡が止まんない。うわぁ、乾杯したいのに泡が止まんない。はい、お待たせしました。無事到着、乾杯。何ですかこれ。この一杯のためにドライブしてます。運転手、万年運転手はお疲れのビールが唯一の生きがいでございます。今夜は、千葉県の御宿ですね。御宿ビーチ、湯沢を出発してからちょうど2週間ですね。最後にスキーをした日から2週間後には海です。天然パーマファミリーはこういうスピード感で、こういうルーティーンで、もう一年中全国各地を飛び回りながら、ずっとこうアクティビティ、アクティブに、アクティブに活動しております。今日妻はおりません。今日は別行動です。います。ありました。あれ、いないことにしないでください。今日はいないと思ってこう気楽にやろうと思ったんですけど、やっぱりいました。さて、今夜の秘密兵器はこちらです。はい、妻説明してください。これは、はい、エコフローのリバープロという最新のポータブル電源でございます。どうしたのこれ、万引きしてきたのレビュー記事を書こうと思いまして。あ、なるほど、ご用意されたと。はい、そうですね。なるほどですね。何がまあじゃあ特徴的なんですかね。こちらはですね、700ワットアワーのポータブル電源の容量がありまして、なんとエクストラバッテリーをつけると 1500? なんかそのくらい。曖昧だなレビュー記事を書こうとしてるのに。まあなんかちょっとパワーアップするってことね。そうなのに下にくっつくタイプ。なんかここからつなげられるの、ここにあるんだけど、はい、ここにつなげて、はい、もう一個のエクストラバッテリーを、うん、まあそこそこ大きいやつなんだけど、うん、それをここからつなげることによって、はい、そのくらい容量がアップするから、うん、1台超でかいやつを持ち歩かないで済むっていう。だからさ、その用途に応じて使い分けできるってことです、うんうん、なるほどね。妻、君も天然パーマの動画に出てそこそこ長いんだからさ、カメラ目線で喋るっていうのはさ、できるようにならないと。そうですね。で、今電源取ってるのが iPhone のね、充電と 100V が刺さってますよ。で、レン。はい、こちら。ちょっとね、今日意外と肌寒いので、はい、電気毛布を今中でスイッチ入れております。なるほど。はい、電気毛布はこちらに敷いてございます。おっともう寝てる。葵はもう、in the dream だそうです。そして、はい、あ、こちらですね。今、小鳥さんのお尻の下に敷かれているのがこちら。電気毛布ですね。まあ、これを入れて寝れば、今夜ぐらいは全然寒くないでしょう。夏用の寝袋ね、だけ持ってきてますんで、うん、まあ、それでこと足りるだろうと。今、外の気温が11度でした。全然寒くないですね。あ、そうなんだ。はい。まあいいですね、このバッテリーでも700ワットアワーの、うん、電源を確保し、さらに我が家は車のメインバッテリーが約1000ワットアワーのリチウムイオンバッテリーになっているので、うん、こっからも実はね、エンジンオフでも給電できるようにしてあるので、はい、もうだからね、合わせて1700ワットアワーぐらい分の電力を
取れるわけですよ。エンジンオフの状態で。うん、災害時も安心。そうね。とはいえ、まあ、十二分に、この車、この車内で、100V の電源が取れるわけですね。まあ僕たちの車中泊のスタイルで言うと、サブバッテリーを用意して走行充電するみたいな、あるいはソーラーパネルからの給電みたいなのはあまり必要ないね。うん、そういうわけでね、我が家の新しい相棒、エカフラウ、M フローとは違う。違います。違うんですね。母ちゃん、電気が好きだな、お前。本当に。昼も夜も電気が好きだな。どういう意味かは、バンライフ教に皆さんコメントで聞いてください。えらい迷惑。えらい迷惑。やめてください。冗談です。小鳥さん、何してんのそこで。iPad やってんの、そんな車中泊ナイト。俺は寝てしまいました。お分かりになりますかね。冬の場合ってこの二段ベッドがもう少し手前にねスライドしてきてるのでかなり狭いんです。冬は狭かったね、ほんと今思うとね。よくあの車内で車中泊したよね。まあね、あのもう大寒波の中、やっぱこう考えると夏モードにするとかなり広くなるね、うん、快適ね。小鳥さん、うん、二段ベッド最高、天然パーマ。おはようございますって、まだ寝てます。いつも通り寝ぼすけです。8時です。さあ海を見てみましょう。さあ今朝の海は本宿でした。波はぼちぼちでんな。今シーズンのシーズンイン1本目としては僕にはちょうどいいぐらいかな。さあ寝坊した朝は急いで入ります。軽く一本やってみましょうかね、シーズン初めなのでサクッと気持ちよくやってみましょう。母ちゃんです。おはようございます。お、何をされてるんですか。ご飯を出したいと思います、炊飯器。あー、なるほど。さあじゃあ妻がご飯を作ってる間に私は海入っちゃおうかな。チビたちはまだ起きない。海上がりました。まあ今シーズン初めてとしてはぼちぼちでんな。じゃあ葵さんと一緒に冒険行きましょうか。ヒビヒビガー。葵さんが何か発見したようです。何がいるんですか葵さん。ネズミ。ねネズミ。あら本当だ。こんなところにネズミがいます。しかし逃げないところを見るとかなり弱ってる感じですね。どうしてこんなところにネズミがいるんだと思いますか葵さん。鳥が食べてるので落とした、うん、トンビがね多分捕獲してここに落としてしまったんですかね。隠れ場所作ったんだよネズミさん。もうねでもお腹の動きを見るとかなり弱ってる感じがします。なぜなら人間がいるのに逃げることすらできないからですね。かわいそうに。でもこれがね自然のルールです。わかりますか葵さん。わかりません。でしょうね。そっとしといてあげましょう。海の方は今日も穏やかです。僕のシーズン一発目としては非常にイージーな波で良かったです。あんまり乗れなかったけど、乗れなかったのにクラッシュばっかしちゃったよ。どうしてだろう。よし戻ろうか。ランチです。ランチはこちらのラーメン屋ネブリ行ってみましょう。てってれー。メニューはこちら。来ました、葵さんの担々麺。美味しそう。美味しそうじゃねえか妻。すごいいい匂いごまの。
はい、一言、カメラ目線ができない女。カメラがよくわかんない今そこに載せる意味がよくわかんないですね。はい、いただきます。とんこつラーメン、いただきます。私は濃厚とんこつラーメン、おいしい。すごく濃厚、美味しい。月の砂漠が流れております。美味しかった、美味しかったね、うん、ヒット。本塾はお昼になると月の砂漠が流れます。今日はもう帰りましょう。今年最初のビーチ車中泊でした。ではまた、バイ。 Dude, that father is 10 men permed.